母さん、窓の写真3年も同じよ。取り替えないの？それは私のお気に入りなの。いつか本物の海を見るのが私の夢なのよ。それに今さら取り替えても。お父さん遅いね。夕立がひどかったけど大丈夫かしら。お父さん、裏口の方だわ。お父さんお帰り。足を痛めてしまってな。このスピラーが助けてくれた。あなた、まあ大変。さ中へ。大丈夫？ああ折れてない。すぐ治る。今冷やす水を汲んでくるわ。さタオルで体をよく拭いて。誰？私たち3人だけじゃなかったんだわ。俺帰る。待って、お茶ぐらい飲んでって。手当ては私がやるから、あなたはスピラーにお茶を出してあげて。はい、ありがとうスピラー、お父さんを助けてくれて。本当にあなたのおかげだわ。ねえ、他にも仲間はいるのかしら。仮暮らしは私たちだけになっちゃったんじゃないかって思っていたの。このくらいいる。まあ、いとこのルーティもきっと無事ね。うん。ねえ、それ弓でしょ？見せて。これで狩りをするのね。それは大事なものなのだから返しなさい。俺行く。あ、食事の支度ができてるんだけど食べていかない？俺これある。うまいぞ。いらない。じゃあ今日はありがとう。私送ってくる。あなた家を探しに行ったのね。森の途中で動けなくなっていたところにスピラーが現れたんだ。そうだったの。彼はこの辺りから川向こうまでよく知っている。それと引っ越し先もいくつか心当たりがあるらしい。よかった。野宿はしなくてよさそうね。でもこんないい家が他にあるかしら。仲間がいることが分かって嬉しかったわ。スピラーに仲間や家族はいるの？家族？俺一人だ。そう。また遊びに来てね。お母さんのシチューとっても美味しいのよ。うん。Thank you.
ハルさん、アリエッティ、もう少し細かく縫わないとダメよ。ほどいてやり直して。この大きな袋は何なの？何かに使うの？私、お父さんのこと見てくる。お父さん、ちょっといい？うん。足どう？ああ、もうほとんど歩ける。ねえお父さん。うん？私たち引っ越すの？人間に見られたからには引っ越さなければいけない。人間がみんなそんなに危険だとは思わないわ。アリエッティ、お前が生まれる前にはこの屋敷にも他に二つの家族が住んでいた。だが一つの家族は行方不明になり、もう一つは引っ越していった。人間に見られたからだ。我々は生き延びなければならない。お父さん。今の地震？夢に見てたの。
必要なものだけすぐにまとめるんだ。そんなにたくさんは持っていけない。それとホミリ、ドールハウスのものは一切置いていけ。ちょっと道を確かめに行ってくる。お母さんを頼むぞ。はい。やっと来てくれたね。台所気に入ってくれた？あなたのせいで家はめちゃくちゃよ。でももういいの。今日はお別れに来たの。見てもいい？綺麗だね。私たち引っ越すの。人間に見られたから。仮暮らしは人間に見つかっちゃいけないの。仮暮らし。人間の家から気づかれないように少しずつ必要なものを借りてくるの。石鹸やクッキーやお砂糖、電気やガスも。お父さんのおじいちゃんの頃からそうやって暮らしてきたわ。今までずっと気づかれずに？多分。全部僕のせいだ。ニーヤ、ダメだよ。仲良くね。この家には君の家族の他にも小さい人たちはいるの？ここにはいないわ。私たち三人だけ。他の家には？きっといるわ。会ったのはまだ一人だけど。そう。でもそのうち君だけになってしまうんだろうね。え？どんどん少なくなっているんでしょ。君たちは滅びゆく種族なんだよ。そんなことないわ。まだたくさんいるってスピラーも言ってた。スピラー？私たちの仲間よ。スピラーは他に何人も仲間がいるって。君はこの世界にどのくらいの人間がいるか知ってる？67億人だよ。67億人。君たちは？知らないわ。もう何人かしかいないんだよね。僕も母に聞くまでは君たちのこと知らなかった。これまでにも多くの生き物が絶滅してきた。僕も本でしか見たことないけど、美しい種族たちが地球の環境の変化に対応できなくて滅んでいった。残酷だけど君たちもそういう運命なんだ。運命ですって？あなたが余計なことをしたから私たちはここを出ていくことになったのよ。何としても生き延びなきゃいけないってお父さんも言ってた。だから危険があっても新しいところへ行くの。そうやって私たちの種族がどこかで工夫して暮らしているのをあなたたちが知らないだけよ。私たちはそう簡単に滅びたりしないわ。ごめん。君の言う通りだよ。本当は死ぬのは僕の方だ。ここが良くなくて来週手術するけど、きっとダメだ。心臓。小さい時から病気で何もできなかったから
君を見た時守ってあげられたらと思ったんだけど、やっぱりダメだった。本当にごめん。病気そんなに悪いんだ。なんでこんなところにこんなものが。あれ。のキッチン。台所ね。この家他にも人がいるようだね。天井が歪んでる。
もしもし、一応クリーンサービスさん、はい、すぐ来てもらえるかしら。ですか？ネズミじゃないけど小さいものがいるの。ネズミじゃない、殺しちゃダメよ。じゃあ捕獲ですね。そう、捕まえてほしいの。アリエッティ、お母さんがいないの。え、屋根が開けられたみたいだし、人間に捕まったのかもしれない。お母さん、一緒に探そう。鍵をかけられた。隣の部屋から出られるかもしれない。